そうですね、新しいことをやりたかったんですけど、うん、閉館したホテル、ホテルで騒ぎでも使われてる閉館したホテルで何かできないかなっていうのを考えた結果、じゃあオンラインでお化け屋敷をやってみよう。伝えたいことがあるならさ、歌を踊るまで。始まりました、マチルの時間です。こちらマチルナです。坂本八です。ルカです。はい、このマチニューでは株式会社シティコミュニケーションズの最新情報や各店舗のイベント情報などを発信していく企業ニュース番組です。ということで本日は、うん、はい、マチニューアシスタントレポータークールジャパン事業部からオンラインスターズオンスタのルカさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ルカです。よろしくお願いします。イエイ。あれ、今日ハチ子いないんですか。ハチ子基本いない。いないですね。いないさ。いないんですね。いない。なんかあの、マチニューのオーディションの時に、なんか私のことあんま好きじゃないみたいなんですよね、ハチ子。だから、ね、そうなんですよ。ちょっとなんか真相を今日聞いてみようかなって思ってたんですけど、あ、いないんだ。大丈夫です。あの、一応ね、あの、一瞬で投資させることもできますんで。いいよ、いいです。一応ちょっとせっかく、なんか頑張ってるみたいなんで呼びます。ハチ子、ハチ子本当に来たじゃん。ルカがいる、ルカが、何ちょっと、やだ、ルカがいる。なんか言いたいことあるんですよ、言ってみて。言いたいことがあるんだよ。はい、ドドン。短かったね。ハチ子の出番はこれで終了です。しまいです。はい、スッキリしますね、これ。ドドン、いいですね。はい、さて本日の特集は、先日1周年を迎えたオンスタについて、オンスタに関する魅力を私ルカが余すことなく紹介させていただきます。はい、その他にもですね、前回に続きまたしても新店の話など盛りだくさんでお届けします。お楽しみに。まずはじめに速報です。こちらまた嬉しいニュースで、前回インターネットカフェダイスの新店舗、ダイス池袋西口店のオープン情報をお伝えしたんですけれども、なんと今回も新店情報でして、ダイス札幌駅南口店の10月オープンが決まりました。ありがとうございます。好きです、札幌。札幌場所は札幌駅南口から徒歩3分で、完全個室タイプはもちろん女性専用エリアもあるそうです。これで札幌では札幌たぬき工事本店に次ぐ2店舗目の出店となり、札幌駅南口店のオープンでダイスは全国に20店舗となります。おめでとうございます。札幌駅南口店ね、はい、こちらの方もね、あの、詳細はまた近くになったらご紹介できればなと思っておりますが、今回、ね、女性専用エリアもあるというところで、どうですか、マシルダさん。ね、男性には申し訳ないんですけれども、まあ、やっぱ女性として、女性専用エリアはやっぱちょっと嬉しいなって安心感がね。安心ね、全然ですけど。じゃあルカさんはダイスは利用したことあります？はい、もうあのすごい使わせてもらってて、はい、そうなんですよ。ちょうど上京してきた時、全然この横浜よりも隣寄りに住んでて、すごい遠かったです、このスターズに来るまでが。なので、仕事終わりにダイスに行ってっていう感じで使ってたので、まあ、伊勢崎にすごい行ってました。ダイス伊勢崎店によく行ってました。で、シャワーを浴びて、その伊勢崎のシャワールームがすごく広くて、綺麗なんですよ。すごい綺麗なんですよ。確かに。で、そこでシャワーを浴びて、あんまり甘いもの食べないんですけど、あのソフトクリームのバニラを必ず食べてました。いいよね。お風呂上がりに絶対そうアイスを食べて、でジャンプだったりとか毎週置いてあるんですよ。大切。もう大事。もうオタクにとってのエネルギー源なんで大事じゃないですか。エネルギー源。もうなんかそこで読む。すごく使わせてもらってました。ありがとうございます。まあ、ということでですね、ダイス池袋西口店が9月に、札幌駅南口店が10月にオープンとなりますので、皆さんお楽しみに。続きまして、こちらもビッグニュースです。大人気 YouTuber フィッシャーズさんがホテルでサバゲの動画を上げてくれました。いや、これはね、ほんとすごい。すごい。マジですごい。嬉しい。もうね、1日で、たった1日で100万回再生いってるから、ね。すごい。さすがにちょっとその動画はちょっとお見せできないんですけども、概要欄にあのフィッシャーズさんの URL リンク貼っておきましたので、ぜひ、マチニューが終わってから見に行ってください。
今すぐ見ちゃダメだよ。面白いんですよ。興味あるかと思いますけど、見に行かないで。これ、番組終わってから見に行ってください。チャンネルも面白いんですけども、フィッシャーズさんがとにかくいい人たちで、もう688万人の登録者がいる、その本当に大物 YouTuber なんです。でも全然そんな、なんかこういう感じじゃなくて、うん、そうそうそう、本当になんか謙虚で、すごい人たちで、めっちゃ好きになりました。ということでですね、あの気づけばシティグループ、いろんな YouTube チャンネルを持っておりまして、まあ、このシティコミュニケーションの広報室がやっているマチニューもそうなんですけれども、こちらの方がやってですね、スターズチャンネルというものもあるんですよね。うん、はい、あの各週日曜日にあのスターズの情報をお届けするスターズ放送局とスタッフによるゲーム配信、ボードゲームの紹介、イベント告知動画などさまざまな配信をしています。あとは水曜日の昼11時には、古澤秀夫のムファボリチャンネル、そして火曜日金曜日20時からはこちらシティコミュニケーションズが番組スポンサーを務める亀田大輝さんの熱狂が天禄大輝、そしてちょっと前に街にも乱入してきたベソマンのチャンネルですね。ベソマンの、ベルモトのベルトモチャンネルもつい最近公開されましたので、こちらすべての URL 概要欄に貼っておりますので、街入が終わったらぜひご覧いただければと思っております。それでは本日の特集です。前回も少し触れましたが、先日8月8日にオンラインスターズオンスタが1周年を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで本日は、こちらオンスタの責任者ルカさんにお越しいただきまして、改めてオンスタって何なのっていう話であったり、この1年間の話であったり、またこれからの展望についてなどお聞きしていきたいなと考えておりますので、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ということでまずは、はい、このオンスタって何かっていうところで、そもそもなぜこのオンスタをやろう立ち上げたでしょうか。うん、はい、私あのそもそもオンスタに移動する前、スターズの店舗の方でずっとやってたんですけど、あの2020年一番最初の緊急事態宣言があった4月5月、うん、まあ、時短営業をスターズはしてたんですけど、あのやっぱお客様がやっぱ来れないですよね、そんな緊急事態宣言中で。その時にこうオンラインでお客様が入店できたら、なんかこうやってる意味あるかもしれないよねみたいな、スターズに来たくても来れない人がたくさんいる中で、オンラインでもなんかできないかなって話を、まあ、澤田さんとかと営業終わりにほんとふんわりしてたんですよ、4月5月。多分これが一番最初のきっかけだったんですけど、で緊急事態宣言が明けた時に、まあ、倉本部長も同じこと考えてらして、オンライン授業やるぞっておっしゃってたんですよ、その時で。私も同じことを考えてたのでやりたいですねっていう話をした結果、もうトトトトンってものができたので、本当に6月にそういう話を1回出して、で7月にはもうやるぞって動き始めて、8月8日には完成っていう感じでした。すごかった本当に。そういった経緯があって、やろう、今後のスタートのためにもやろうってなったのが、うんうん、そのきっかけですかね。なるほど。結構ルカさんといえばその、まあ、現場での、うん、お店でのエース的存在なところもあったんじゃないかなっていうところで、その絶対的エースがお店から抜けるっていうのは結構事業部としては痛手なんじゃないのかなとは思ってたんですけど、まあ、私もすごい心配はあって、でやっぱ寂しさもありますよね、現地でやっぱりやっていく、そのお客様にしろスタッフにしろ会えないっていうのはやっぱり不安もあったんですけど、まあ、結構しっかりそのスタッフとかに行くよみたいな、オンスタに私移動するよって話をした時に、でもルカさんが決めたんですよね、うん、スターズの今後のためにやりたいってルカさんが言うなら行ってきてくださいって言ってくれたのもやっぱスタッフだったんです。素敵。そうなんです、スタッフだった。なんで、でやっぱ澤田さんにもどうしようみたいなって結構やっぱり悩みの電話をかけたりとか、うん、行きたい気持ちはあるけど店のこともちょっと心配っていうのがあったんですけど、まあ、その時に、まあ、天音ちゃんがその私の下にいて、いや新しい子にこう新しいことをどんどん任せるのも上の仕事だって言うんですよ、澤田さんが。だったら任せてあげたいって思って、天音に全部、まあ、任せる形になっちゃったんですけど、まあ、次のところにこう新しい風を吹かせていくっていうのもあって、ね、まあ、移動を決意したっていうのも
あります。結構いろんなところに背中を押されつつ、まあ、次に任せて大丈夫なんかも言うわけで、なんか結構恵まれた環境にいるので、そういう意味では決意をして移動してます。だってあれですね、今とだいぶシステムが違ったんですね当初。そうですね、まあ、もう立ち上げるまでは早かったんですけど、まあ、立ち上げて移動してからが本当に大変だったんですよ、うん、で当時はやっぱりその予約をしてメールを受け取ってからルームに入るっていう、なんかそのすごいハードルが高かったんですよ。ちなみに今はどんな感じなんですか？ハードルを下げるためにツイッターからいつでも入れますよっていう宅飲みルームっていう新しいシステムを作って今なんとかそれでやってるって感じです、うんうん、はい、今もなんかですね、宅飲みだけじゃなくてなんかこうすごいいろんなイベントみたいなのをやってるイメージが、うん、やってますやってます。まあ、宅飲みがやっぱりメインにはなってるので、まあ、宅飲みルームっていうのをメインに置いて、その宅飲みルームの中で例えばオンラインでボードゲームをやってもらったりとか、あとはオンラインのお化け屋敷とかもやってますし、あのうち VTuber の子を採用したんですけど、 V 今大人気の、あスターズ放送局も出てる、あそうスターズ放送局もその V の子たちがやってくれてて、あの VTuber の子採用したりとかしてて、なんかその VTuber とも話せます、お客様が VTuber で来ても大丈夫ですっていうような風に。個人的にすごい気になってる、あの倉本部長の悪徳部長の日本酒飲もう会みたいな、そうなんですけど日本酒の日本酒会ですか、はい、あれは一体どんな感じの、ねね、あの日本酒会も実はその会社の経緯があって、最初店舗でずっとやるやるっていうのを12月ぐらいから多分おっしゃってて、ずっと企画をしてたんですけど、まあそのこのご時世でできなくなってしまって、で1月に初開催をしたんです。でその1月で初開催をした時に結構お客様から好評だったんですよ。でじゃあ来月もやろうっていう風にしてたら、もう今毎月月1で恒例の恒例の日本酒会にツイッターとかなんですけど、ね、あの部長にそのスターズだったりとかオンスタのことを直接伝える場でもあるので、ぜひ何かこうプラスのご意見でスターズもっとこういうのどうですかとか、こういうイベントどうですかとかがあったら、なんかいつでも言いに来てほしいなって思って、はい、あの直接クラモさん聞いてくれる、優しいから大丈夫聞いてくれる、まあ、とにかくお酒も好きですし、なんかずっと飲むのは欲しかったみたいなので、まあ、意見言う場合は早めの方がいいですよ、早い時間で。そうだ、そうだ早めにしっかりしてるみたいな忘れちゃうかもしれない早めに来てもらうんで、はい、ということでですね、まあ、いろんなイベントをやってるんですけども、うん、はい、個人的にはですね、その数々のイベントの中でも僕も結構参加しているんですけども、ありがとうございます。このお化け屋敷が結構すげえなと思いましたね、うん、あれはそうそう、どういった経緯でやったのか、オンラインのお化け屋敷やろうと思ったんです。そうですね、新しいことをやりたかったんですけど、うん、閉館したホテルで騒ぎでも使われてる閉館したホテルで何かできないかなっていうのを考えた結果、じゃあオンラインでお化け屋敷をやってみようってなって始めたんですけど、まあ、そのお化け屋敷だけだとちょっとこう面白みがないというか、十分怖いんだよ不気味な中を歩くだけで無理っていうよりかは謎解きを入れて、謎を解きながら呪いを解いてホテルから脱出するっていう構成にしようって話を、あの協力してくださってるマチコさんとして、でそういう流れになったんです。なんで今やってるのはオンラインのお化け屋敷謎解きゲームっていう形になってます、はい、結構実は5月ぐらいからこのお化け屋敷やってるんですけど、あの最初の方は本当に歩くだけみたいな、何もこう仕掛けもなくって、うん、あんまりこうぶっちゃけ怖くなかった、うん、怖い人からしたら多分怖いんですけど、あんまり怖くなかった、仕掛けがあまりないっていうお化け屋敷だったんですけど、もう4回やってるんですよ、うん、今最大級にあの怖いの作れたなと思ってるのでもしよければ多分そうです、ね、坂本さんも多分3回目の時だった、まだそうだよ、それぐらいの時だったかな、してるんですけど、うん、あの4回目すごいんですよ。あ、そうなの、レベルが上がっちゃってて、なんでもしよければまた参加してください。もちろんでも、あの十分もちろんあの僕の怖い思いしてて、この間あのゾンビとかくれんぼやったじゃないですか。やりましたね。あれはまたあの、まあ、オンラインじゃなくて、うん、まあ、その実際の
ニューシティを使ったあのゾンビとかくれんぼ、これ後で映像見てたと早いと思うんですけど、あれが本当めっちゃ怖くてですねあれは本当ルカさんの企画で考えたやつなんですか。そうですね、ゾンビとかくれんぼも実は私の方で企画をしてるんですけど、はいはい、まあ、オンスタでもそうなんですけど、スターズと何か一緒にやりたいなっていうのがあって、まあ、ずっとやっぱりオンスタとスターズって一緒にやってきてるものなので、うん、何か一緒にできればと思って始めたんですけど、スターズのコスプレ力、うん、ゾンビになる擬態力、うん、いやね、リアルなの本当そこをなんかやっぱりもっとお客様に出していきたいなと思って、スターズのスタッフがみんなゾンビになってるんですけど、はいはい、なかなかですよね。なかなかですよね。なかなかですよね。なかなかですよ。動きも、うめき声も、ああ、そう、すごい、すごい、うん。結構いい感じにみんなゾンビになっちゃって。そうそうそう。あのね、見ていただいた方が早いんで、ちょっと見てみて。1分後に5階のフロアが。伝わりましたこれ。いや、いい映像ですねすごくいい映像。いや、ほんとね、ゾンビがリアルすぎてビビっちゃって、もう本当終わった後汗がびっしょびしょで結構暗いですしね、うん、暗いし結構、まあ、階段上り下りとかして、うんうん、まあ、走ってはいないんだけど、やっぱりゾンビから逃れたり必死に、まあ、早歩きで逃げるんで、いい運動に、まあ、運動にはなりましたね。なかなかね、ゾンビに追われることも日常的にないので、ないよ、うん、本当に映画で追われてる人たちってこういう気持ちなのかなみたいな、分かった分かった、なるほどね、結構非日常的な気持ちは味わえますので、ぜひ。ちなみに次回 このゾンビとかお化け屋敷の企画決まってたりします？はい、もう9月に早速またやります。で、9月の4日土曜日と9月11日の土曜日の2日間を今開催予定しています。ゾンビなんですけれども、時間が17時30分、夕方の5時半ですね、夕方の5時半からだいたい7時半くらいまでを予定しています。で、お化け屋敷はその後9時から開催をします。はい、もう連続で4日11日はもう両日とも連続でゾンビ、お化け、ゾンビ、お化けって感じで予定組んでますので、激圧が激寒みたいな背筋が凍る感じで、ゾンビ参加して家帰ったらオンラインでお化け屋敷みたいな。なるほどなるほど、ぜひ、まあ、得意な方はぜひ参加してみてください。はい、ということでですね、この1年間、まあ、いろんなことがあったと思うんですが、またこれからの1年もオンスタには期待していきたいなっていう部分エムさん思ってると思うので、今後の、はい、展望なんかあればちょっとルカさんの方から教えていただきたいなと思います。はい、直近のことだと、今そのお化け屋敷で謎解きをゲームしてやったんですけど、お化け屋敷だと結構やっぱりそれこそ松本さんみたいに苦手の方とかもいらっしゃるので、お化けを抜きにしたオンラインの謎解きゲームをちょっとやってみたいなと思ってるので、今謎をマチコさんと考案中でございます、はい、オリジナルで考えてるんだ。そうなんですよ、謎解きの謎全部オリジナルで考えてるので、なかなか結構さすが天才、天才マチコさん、そうです、マチコさんが一生懸命考えてくれてますので、ね、はい、謎解きのちょっと謎解きのみのゲームをオンラインでやってみたいなって思ってます、うん、はい、まあ、あとはそうですね、海外の方とかがオンラインスターズに興味を持ってくれればっていうのをすごく思ってるので、どこかしらから海外の言葉が喋れる方を興味のある方いないかなっていうのを思ってるので、
まあ、スタッフとして、はい、スタッフとしていつでもちょっとご相談いただければなっていうのをすごく思ってます。で、まあ、すごく広く見るとやっぱりオンラインスターズってスターズの大きなコミュニティだと思ってるので、今後やっぱりスターズが店舗として多く展開していく、それこそ日本とか海外にこう、うん、たくさん出店を出していった時に、まあ、すぐに集まることってできないんですけど、オンラインだったらいろんなところのスターズのお客様が関わりを持つことができると思うんですよね、うん、なんかそういうところの中心の拠点がオンサだったらいいなっていうのをすごく思ってるので、はい、素敵な構想なんですよ。オンスターができたことによって今そのスターズ5店舗ありますけど、その5店舗の中でスタッフがすごく仲良くなってて、うん、今まで結構バラバラだったんですよね、スタッフって、うん、自分の店舗だけっていう感じだったんですけど、それがこう一つになったっていうイメージがすごくあるので、うん、そういうのをやっぱり広くスターズが大きくなっても目指していきたいなと思います。インナーブランドすごいブランド意識が高まってるということで、本日はルカさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これからもね、あのスターズ関連の特派員リポーターとしてまたご協力いただければと思います。頑張ります店がね早く開かないと。まあね、あのスターズ、ね、伝える情報が ねちょっとしかないんですけど、なんかやるたびに情報を持ってこれればと思います。ぜひありがとうございます。またね、あのお越しいただきたいと思ってますので、はい、はい、もうこの今度来るときはあのうちの VTuber を連れてきてあげたいんですけど、お、この街乳の場に VTuber ここに会いたい。そのままできるんですか。もう技術者なんで、うちの友達、呼びましょう。何でもやってくれる。ここに VTuber がここにボーンって VTuber ボーンボーンって呼びたい。楽しみだな。ぜひじゃあ、ぜひそれまでちょっと僕の V もちょっと作っておこうかな。いらないよ、いらないよ。もうここから消えるじゃんついに誰もいなくなっちゃう。続いてはくだらない動画で英語の勉強ができるチョップのお時間です。どうぞ。どうぞ。Sakamoto seems to be more concerned by the odor of his crotch than his clothes. Sakamoto seems to be more concerned by the odor of his crotch than his clothes. いや、さっきからね、結構なんか鼻の違和感を感じたんですよ。臭い。ちょっと限界です、本当に。最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったなと思ったら高評価ボタンを、あとは感想などがありましたらぜひお書きください。街ニューは各週月曜お昼にアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。はい、ということでルカさん、はい、どうでした今日の街ニューこんな感じかっていう気持ちです。こんな感じだ。こんな感じだ。やったー、ようやく来れたぞって感じ。あ、そういえばですね。また次回も、はい、よろしくお願いします。次回の街ニューは、現在行われている、大学生とのインターンの、情報をいろいろとお知らせしていきたいと思っておりますので、そちらの方もまたお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。さよなら。バイバイ。この間も、あ、再着信って思って、部長にすぐ電話したら、もしもし、俺のツイッター見てってやって、第一声だ。何を言ってんだか。